富山は千葉県南房総市にある山である。房総丘陵の山の一つである。二つの峰からなる総地方で、標高は北方が349メートル、南方342.0メートル。北方には三角点とコンピラ神社、そして11周一覧台という展望台があり、南方には観音堂がある。周一帯は、 県立富山自然公園に指定されている。富山という地名は、暴走を開拓した天府命に由来すると言われている。旧富山町の名は、この山の訓読みから来ている。極定馬金の電気小説、南宋里見八犬伝の重要な舞台になった山で、あるが、作品中では、と、山と呼ばれている。この物語の発端部において、里見家の伏せ姫と犬の八房は、 富山にこもって暮らし、そこで、伏姫が八封の木を受けて身ごもった。また、物語の結末部では、隠居した八剣士がこの山に入り、仙人となっている。伏姫と八封が住んでいたとされる、伏姫加護屈というホラー穴が、山中の西面の林道沿いにある。また、北方南側の展望台に、里見八剣士周焉の地の標柱がある。 JR 内房線岩井駅と山中学校、伏姫顧靴と山山町 JR 内房線、岩井駅福光寺と山山町伊予ヶ岳、吉井集落と山山町3のルートは、北方と南方の安部まで、舗装林道が通じており、車で登ることもできる。どのルートも、登り2時間、下り1時間30分で行ける。ありがとうございます。